皆さんこんにちは、アイロニーの福田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近そんな感じ。今日も引き続きオーナー谷口も同じ空間におりますので、ともちんと3人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこちらの低いタイプのオーバルスタイル、オーバルローと呼んでるんですけれども、この器を使って、テーブルアレンジメントをお作りします。皆さんこんにちは。こんにちは。いつもとそのほぼすることのない時間なんですけど、どうですか？お茶飲みながら、ちょっとテーブルでね、お茶を飲みながら見ていただけたらなと思います。花材は今日の夕方発送するんですけども、今回ね、あと5つ購入していただくことできます。ぜひ作ってみますので、今からそれを見て私もやってみたいなっていう方はオンラインストアの方でご購入お願いします。アキナクさんこんにちは。こんにちは。パルキングさんもこんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。天野久代さんもこんにちは。楽しみです。こんにちは。よろしくお願いします。では早速花材から紹介していきます。器はね、このように、吸水スポンジオアシスがセットされた状態で皆様のところに届きます。で、今回これはね、私が今から作ったものがデモ作品として、ご購入くださっている方いらっしゃるので、このアイロニーのロゴシールが貼ってますけれども、皆さんのところに届いているものはこのように何もついてない状態です。はい、いいですか？はい、大丈夫です。はい、では花材の説明からいきます。ロコプさんもこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今回のテーマが鮮やかボルドーのテーブルアレンジ。ボルドー色、濃いピンクとかね、紫の明るいのとかいろんな言い方があるんですけれども、今回はこのダリアがね、とても秋っぽく、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、裏面とかね、その見る箇所によって色が全然違うんですよね。ツートンでもないし、外側と内側の色が違うのかな。かなり鮮やかで明るい赤みがかったボルドーですね。こちらを中心に色合わせをしています。短い秋ですけど、こういった花材で少しでも楽しんでいただければなと思って、これをね、テーブルの真ん中に飾って、このぐらいのお時間に皆さんお茶していただけるといいなと思ったデザインです。これが、コーラルオーブって言います。コーラルオーブ、結構画面では実際の色に近い色に見えてます。うん、あ、そうなの、はい、逆言うかと思ったら大丈夫。これね、綺麗な色です。で、すごいしっかり綺麗なダリアです。これは何でしょう、暑いかなとか花傷むかなっていう心配のなさそうなザ・ダリアです。ここからね、中心部分がね、まだ花びらがたくさんあるので、しっかり咲いてくると思います。あ、ジャムコさんこんにちは。無音で拝見しています。あ、そっか、お仕事中かそっかそっか、明日届きます、はい、ありがとうございます。で、こちらのカラーが、この間の金曜日かな、サップで使ってた東京っていう品種なんですけど、私ね、もう使うことなく全部サップ で、はい、そうで、すごい綺麗って、もうスタッフもみんな言ってくれてたので、今回ね、入れてます。東京です。大輝くん絶賛です。あ、まあ、こういう大人の色好きだよね。一日入れてます。あ、そう、はい、長いね。一回気に入るとずっといいらしい、彼らしい。で、これがね、リシアンサスのエグゼアンティークって言います。ちょっとね、くすみがあるんですけど、あまりこういうくすんだ色って普段使うこと少ないんですけど、他がね、すごく血色がよくって、ストーン的には離れてないので、今回こちらをね、使わせていただきます。はい、で、次、バラのリージェントパークです。これもね、こう何色って言いにくい
このオレンジでもピンクでも、なんだろう、赤でもボルドーでもない、ちょっと中間色みたいな、ちょうどダリアと今回ぴったりなんですよね、リージェントパークで。このリージェントパークもまだ硬くって、本来の咲き方まだね6分ぐらいしか行ってないと思います。もっとまん丸で大きく咲きますので、今回は短く刺すので、あの綺麗に開花してくると思います。次これかな、はい、チョコレートコスモスです。チョコレートコスモスで、昨日あの花分けライブしてくれたんですけど、その時にはね私が入れてなかったんですけど、はい、今来てちょっともう少し鮮やかさ足そうかなと思って、カーネーションも少しだけ入れてます。チョココス4やってな、4です。コスミの、はい、でミントが、スペアミントが2本とクレープフルーツミント入れてます。ほんでこれね、ベビーハンズの紅葉です。そしてクレマチス、はい、クレマチス今日は長いまんま入れてます。このこういうね関節のところで、こういうところで切って、葉っぱは葉っぱとしても使えますので、これ切り落とさないでこの長いまんま入れてますので、全部無駄にしないように上手に使いましょう。あとコロニラバリエガータ、斑入りのコロニラですね。で忘れてた、黒ほおずきです。黒ほおずきも皆さん適量ずつ入ってますので、これはちょっとねこの提灯というか、このほおずきの部分がお花からぴょろっと出るように割と高い位置で使いたいので、これも切り方気をつけてください。あとオアシスを隠すのにアセビ、こちらも適量入ってます。花材は以上です。はい、皆さんぜひ何かご質問等あればいつも通りお気軽にコメントしてください。はい、では作っていきます。この、プルミエクラスというのは初心者の方でも、あまり気兼ねなく取り組んでいただけるようにベーシックなスタイルを中心にやってます。でアイロニーのベーシックなスタイルが、割とねアレンジブーケアレンジブーケみたいな感じで順番に、取り込まれてますので、今日はこのこれもねギフトでよく出るスタイルなんですけれども、花材はねしっかりと1万円分ぐらい入ってる内容で、それを8,000円と消費税の8800円で販売しています。全ての料金にこの作るために必要な資材も含まれてますので、すごくコスパもよくって、いろんなスタイルを身につけていただけるレッスンになってますので、ぜひやってみようかな、でもできるかなって悩んでおられる方、この夏以降ぐらいかな、夏頃からかな、初めての方すごい増えていただいてて、レッスンオンライン見ながらやってそれをストーリーとかに上げてくださってる方多いので、ぜひ初めての方も勇気を出してご購入いただければなと思います。今日はねオアシス、これ高くねまっすぐ刺すものばっかりなので、このジンクベースからすり切り、もしくはちょっとこれ低いぐらいかなで届いてると思います。違うスタイルのものを作るときにはラウンドとかだったらこれ逆に1センチぐらい出てたりするんですけど、今日はすり切りで届いてます。でジンクベースとオアシスの間にこのセロファンが入ってて、このセロファンより中に水を足してくださいね。一応ねきちっと加工されて防水のようにはできてるんですけど、その継ぎ目からお水が出る可能性がありますので、お水あげるときこのセロファンより中側に入れてください。こんにちは、いつもありがとうございます。明日楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今はい、まだ残ってますかってチョコプーさんが聞いてくださって、
まだ今回5セット残ってるので、はい、4時半までにご購入いただきましたら今日出して明日到着でご準備させていただきます。はい、ぜひどうぞ。お願いします。では今日の作り方のポイントなんですけれども、テーブルアレンジメントということで、今私もね食卓テーブルのような高さに座ってるんですが、その時にこのテーブルの真ん中とかに置く、そうなった時にここがねすごい高い位置にお花が来ると、前に座っておられる方との会話でこういう風にして避けてね、そうそうそう、喋ったりしないといけないっていうのもありますし、このテーブルに対して低く飾るんですね。今回ポイント的にはこぼれていくように低く、なので、あの例えばリシアンサスとかでももうほんとね短くここギリギリのところを刺します。で角度をつけないでまっすぐ刺すので、そのためにその出っ張ったオアシスがいりませんよっていうことで今回すり切りにしてます。あ、チョコブクさんが、うん、ありがとうございます、購入してきます、あ、お願いします、ありがとうございます。ちょっと待っときましょうか、大丈夫ですか。では刺していきますね。あのアイロニーの、ギフトフラワーには配置のルールがありまして、で、あの私たちはどのスタッフが作っても同じ品質、あの人によって出来が変わってくるってことがないように配置に揃えてねみんな作ってるんですけど、今回はもう皆さん自由にお花楽しんでいただきたいので、どんな位置にどんなものが来ても全然問題ないです。ただコンセプトとしてその自然の美しさを一番感じていただきたいっていうのがあるので、あの不自然に見えるような配置はちょっとやめておこうかなと思うので、こう真横に来るとか股手に来るとか、これって少し不自然に感じるなと思うので、それは少し斜めにしたりちょっとかぶせてみたりとか、自然に、田畑でこう咲いている雰囲気をこちらのオアシスに演じてほしいんですね。なのであまり真横とか股手っていうのは避けたいなと思います。では私はこのナイフを使うんですけれども、ナイフがない方はハサミでも大丈夫です。ただ今からの時期、あのお花が本当よく持つ時期に入るんですね。綺麗に開花もするしゆっくり咲いてくるので長く楽しめるんですよ。その時によりそれをその助けるためにここのねこの銅管って言ってね、これをねなるべく斜めにこう切ってるとより水が吸いやすくってより綺麗に開きます。なので私はナイフがあるのでできるだけナイフで切りますが、ナイフない方はこうやってハサミで斜めに切ってみてください。で刺す時は2センチから3センチしっかりとちょんと乗せただけだと、もちろん水が吸えないっていうリスクもあるんですけど、作ったものを少し移動させたりするときにゆらゆらして抜けてしまいます。でその抜けたことに気づかなかった場合にそれで水が吸えなくって花が早く傷むっていうことがありますので、しっかりとこれはスタイルに関わらずしっかり2センチから3センチ刺します。で深さも結構低く、だからねあの思い切ってバシッと切ってくださいね。で私少しだけ斜めに見えるように刺しました。でねこの時に大きいお花から刺していくと刺しやすいです。アレンジメントはカラーかな、カラーいきます。カラーは茎が柔らかいんですよ。このバラとかリシアンサスに比べると茎が水分をすごく含んでて柔らかいので、このオアシスに対して刺すときにちょっと躊躇したりこうどうしようかなみたいなので刺してると茎がねちょっとカラー刺しにくいですよね。こうぐちゃぐちゃぐちゃっとなってこういう感じで折れてしまうんですよね。すぐこれがねどんどん続くと短くなってそうそう欲しい高さに欲しい位置に来れないっていうことが出てくるので、まっすぐ切ることがまずポイント。さっきのダリアは斜めに切りましょうって言いましたが、カラーは逆に
まっすぐこう切ってね。でも一気です、一気に刺します。手元下の方をしっかり持って、こんぐらい短く切って、一気、あ、このカラーしっかりしてるね、やっぱり、うん、やっぱりしっかりしてるわ、なんともなかった、なんともなく。でもね、ここで調子に乗るとね、どうです、大恥がかかるね。よし、よし、OK、はい、カラーを刺しました。カラーはあのこう伸びる印象のあるお花なので、今日は、ダリアとかこのリシアンサスとかバラ、こういったしっかりとした面のお花に比べるとちょっとだけ頭一歩リードぐらい高くしようかなって、この方がより自然に見えるかなと思うので、私は少しだけ高くしました。で次バラ入れます。ほんまに無言で見てくれてんのかな、みんな。あ、そうですね、でもあれやもんね、瀬子さんはお仕事やから、うん、よくあの火曜日の6時にたまにするときあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あの時もご飯作りながら見てます。あ、そうやね、そうやね。でも大概お昼だと、水曜でもお昼でも無言ってよくおっしゃってきます。あ、やっぱりあの職場で見ていただいてる方はさすがにね、音そうですね。今ね、これバラ3つ刺しました。今日はあの結構花と花の間を私はしっかり空間を空けて刺してるんですけど、あの開花してくることがその分かってるというか、ここより形状が変わってくるお花を刺すときには、その2日後3日後に咲いてきたらどうなるのかなっていうのをイメージして刺してほしいんですよね。そうするともっとその変化は楽しめるし、あの夏はなかなかそれがちょっと見込みがしにくかったと思うんですけど、本当今からの時期あの長く花楽しんでもらえるので、ちょっとねその刺してすぐではなく2日後3日後をイメージして入れてもらえるとさらにいいんじゃないかなと思います。質問が来ました。はい、サルキングさんが、はい、ダリアって横向きに咲く子もいると思いますが、うん、横向きの子はどう刺しますか？横向きってこういうことですか？今日のダリア、こうなってるんです。あ、そうですね。そうそうそう。で、あのこういうのを、あれひまわり咲きっていうんですかね。ね、こういですね。こうがひまわり咲きでしたっけ？こうですか？こう。この横向いて咲いてるやつは、ちょっと今日はね、その見本になるものが、ね、あんまりないんですけど、ここの部分にちょっとカーネーションを乗せるとかして、あのあまりにね下向いてるやつはこう上上げてあげたらいいんですけど、でもその横向いているものもそれはそれで趣があっていいと思うんですよ。今日のダリアこれほら真上じゃないですか、横向いてるってことはこういうことだから、このままこういう風に側面で入っても、これこの咲き方のやつをねこういう風に刺してくださいって言ったら斜めに刺さないといけないことになると思うんですけど、横向いてるやつをまっすぐ刺すとこれがこういう感じなんで、お花が前向きますよね。それはそれでその品種のものはそういう咲き方をするのが自然なので、私はその無理くりなんかそのワイヤーで角度をどうつけてとかってするより、それをそのまま活かしてあげたらいいんじゃないかなと思います。シアンサス、あ、チョコボックさんが購入してきました、うん、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、リシアンサスも入りました。結構面は全部埋まったかな、はい、で、隙間があるところにカーネーションを入れます。なんかすごい今いっぱいマッチしました。え、ハートがいっぱい飛んで、あ、ほんまにボワきれいよね。今日はカーネーションは本当に脇役ですね。一番低い位置で、でもしっかりとね色が見えるように、この上に今日はねいっぱい葉っぱが今から入るので、こういう風にカーネーションがしっかり飛んでてもちょっとまた変わってくると思います。
まあ、これでお花全部入りました。見えますか？見えます。これ真上から見た感じ。これ横もうすごい低いですよね。ここ隙間ほとんどないんですよ。こんな感じです。はい、では次、向こうの木入れようかな。はい、質問してくださったタッキングさんが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのところにお送りするほおずきも結構今回ね、あの小さく ついてて繊細で振りは面白いんですけど、かなり枝ぶりが凝ってるのが多いんですよ。でこれをね、生かしたいですよね。みんなほんとバラバラの枝でいってるよね。うん、結構バラバラでした。本当に。でも私ここにまず1個入れました。これ見えます？で、花付きがいってる方もいるよね。何付きですか？花付き。この花も。そうですね。でも割合としてはちょっと今回花付きは少なかったかなと思います。これじゃ あの写真も撮りたいので花付きでいきます。よし、これ全部入れたら私だけ多いね。ちょっと、あ、そうですね。このぐらいにしとこうか。このスタイル作りやすい。初めての方とかでも作りやすいので、うん、あの店のスタッフもすごい好きだけど、お客様からもこれ人気あるよね。作りやすいって。夏すごいよ。あ、そう。やっぱり。持つことが周知されだしたのかも。この低く作っていることによってっていうのが、うん、ある時から突然バーで、また涼しくなったらちょっと落ち着きます。うん、すごいね、皆さんその辺の使い分けももうしっかりと。この黒ほおずきの、黒ほおずきって表と裏あって、茎が黒い方と緑のとあるんですけど、どっち見せてもらっても枝ぶり次第で綺麗だと思います。今私これ3本入れてます。ジャンコさんが黒ほおずきの花かわいいですね。かわいい。最近すごい花つきが多いですね。よし、ミント先入れます。これがグレープフルーツミント。あのもう今みたいに結構しっかり埋まってきて、オアシスのその隙間刺しにくいなっていう時は、この私は左手で刺すんですけど、反対の手の右手でお花ちょっと避けて、しっかり茎の入るところを確認してから刺します。そのままね、そのだいたいこの位置かなっていうところで刺すと、あの先に刺してる花の葉っぱをこう貫通してしまったりとか、もしくは花、今日だったらダリアとか結構ね花びら多いので、ダリアの花びら貫通してしまったりとかってこともあるので、反対の手でね避けながらしっかり場所を見定めて刺してください。よし、はい、ミントも入りました。ではチョコレートコスモスかな。チョココス刺します。今日これちょっと思い切り高くしようかな。うん、黒ほおずきより高めですか？しようかな。うん、あれ違う、コスモスの方が高い位置に咲いてるんじゃない？ね、まだほら、あのゆらゆらするクレマチスとかも入れるからさ、はい、よし。あ、美咲さんがこんにちは、うん、黒ほおずきもそのお花も初めて見ました。あ、本当ですか？これ黒ほおずきも、黒ほおずきのお花も、あ、黒ほおずきのお花ってことかな。あ、そうよね。ナスビとかとね同じ種類なので、ナスビと同じようなね花が咲きます。黒ほおずきいいですよね。ね、よし、チョコレートコスモス入りました。揺れてるのがこんな感じです。でクレマチスかな。
あとコロニラがね、はい、じゃあクレマチス、今日はこのクレマチスの葉っぱしっかり活かします。花は私ちょっとここで取って、花は花で刺して、この葉っぱは葉っぱでこのまま刺そうかな。思いっきり動き刺します。レマチスの葉っぱに仕事しますよ。いや、そう、特にこのエトワールローズ。葉っぱがついてるクレマチスは、どれも多いんですけど、このエトワールローズは一つずつの葉っぱがね、小さいのと、あと形といい、この色といい、淡い黄緑色近いの、この色がお花綺麗に見せます。お茶入れ、お茶入れを確かに12時にするときはいつも12時半ぐらいからすごい増えるね。多分食べ終わったかか、チンしたりとかさ、いろんなものが整って私たちと一緒に腰据えたんだそうやね。よし、クレマチスの花も別で入れました。花は花だけでこうやって切ってたのでね、それを入れます。はい、次このベビーハンズ入れていきます。あ、そっか、まだベビーハンズ、そう、ベビーハンズとコロニラと入れます。こんな風に一房ずつで、こうやって切ってます。この状態で低く入れましょう。そういうメインの花の色と、ベビーハンズよく合いますよね。そうね、紅葉の方のこのベビーハンズが出回る時期もすごく短いので、今だけだから、こういうね、リシアンサスとかダリアとも、まあ、家の中に飾っててもぴったりやろね。その窓から外の木も見えるやん、それもちょうど同じような色してるし、今の時期日の光も綺麗ですもんね。なんか夏を越えてちょっと柔らかくなってくるじゃないですか。ちょうどいいよね、はい、夏は見れないもんね眩しすぎ。今病院なので無音で見ていますが、でもよろしくお願いします。あ、こんにちは。明日届きますからね、しっかり花の香りも嗅いでみてください。無音か、聞こえへんか私の声。あ、そう。よし、葉っぱ入りました。こんな感じ、この紅葉のベビーハンズを入れることで、先に入れたエトワールローズの葉っぱ、これがね、さらに生きてくると思います。結構今日は高低差が大きくってぴょんぴょんしてます。ここにさらにコロニラ入れます。ハートが列をなして飛んでる。あ、嬉しい、はい、って言ってもまだ飛んでるので、だいぶ飛んでます。飛ばしたい方だよね。難しい色やけど綺麗やね。天気が良くて良かった。なんかそうですね、なんか天気のいい柔らかい光の窓辺とかリビングとかすごい合いそう。いいわ、もっとしっかりコロニラも入れましょうかね。
ニラも入ってます。これね、近くで見ると分かると思うんですけど、こういうね、ちょっと負の入った葉っぱが入ると他のものとのその相乗効果的にもいいですね。花ゆずさん、うん、ジャンコさんが、はい、花ゆずさんこんにちは、私も無音です。そうです、今日無音仲間がたくさんいるんや。よし、後ろもねしっかり入れてます。アトリエマーガレットさんが、うん、今回ちょっとっても素敵ですね。今回ちょっとバタバタしていて作れないのですが、はい、他の機会を楽しみにしています。ぜひぜひ。これ、はい、あんまりありそうでしない色というか、その鮮度的にね、ここまでそのちょっと何でしょうね、落ちてる色というのかなは珍しいので、これ本当おすすめですけどね。綺麗だと思う、今の季節に。今ね、アセビを入れてます。器とオアシスの間の隙間を隠すために入れてるんですけど、このアセビがねビチッと横一列に並ぶと、それはそれで不自然だったりするので、アセビもこのベビーハンズとかこういうのをうまく活かしながら、あんまりねその見えすぎたり横一列すぎたりだったりしないように、これ奥の方にはしっかり入れてるんですけど、これ中に入れてるんです。で上からベビーハンズが乗ってるから、ここにアセビ入ってないみたいですけど、でもベビーハンズが傷んできた時にベビーハンズ抜いた後でもこの中からアセビがねしっかりこうやって見えるので、そういうカバー的な役割を果たしてます。先週もね、あれお店に飾るようだったのかな、うん、なんか完成品でオーダーいただきましたね。結構プルミエもご自身で作るだけじゃなくて、まあ、作ったらやつを自分用っていう方もいらっしゃれば、プレゼントされる方もいたり、そもそもキット自体をプレゼントされる方もいたりするので、そうやね、そういうのあったね、はい、いろんな使い方が。今週はまだまだアイロニーイベントが続いておりまして、ね、まず、明日が南青山店で、行われる、谷口も今日移動するんですけれども、認定校通っておられる方のちょっとその集まり的なものがあるんですけれども、その後14日、はい、木曜日が、私のレッスン、まだお席ご用意できます。ぜひよろしければ2時半からやっておりますので、今日のこういうちょっと秋っぽい色とは打って変わって、透明感のある色でご用意しております。でその後、週末ですね、はい、16日と17日が、はい、アシア店の周年23周年のパーティーとして、はい、皆さんでお花飾ってもらって、そこでちょっと軽くパーティーをしようっていうのが土曜日で、その翌日にその綺麗に飾った花を被写体に、写真のレッスンをしましょうっていうのがあります、はい、でもうすぐ今度パリに谷口は行きますので、次帰ってくるのが12月の中頃、一応15、16あたり、そうですね、はい、でもそこからの、青山に関してはその帰ってきてからのレッスンも昨日告知出しておりますので、そこ結構パタパタっともう動いてるよね。そうですね、12月20日にまた青山店でラセゾンがあります。そうやね、だから芦屋は12月入ってからの、イベントをまだ、ご案内できてないですけれども、もちろん、クリスマスもそうですし、お正月のレッスンなんかも計画しております。
ストーリーとか SNS でまたご案内できると思うので、はい、そちらの12月1日はあれです、あれもエイジングのもう確定で大丈夫、時間も出たのかな、時間まだ、ね、まだ12月1日に芦屋店 の, あのこの場所 で,、で今回壁をね、あのエイジングって言ってね加工してくださった職人さんがおられるんですけど、その人に、レクチャーしていただくレッスンがあるんですけど、それはあのもう確定しています。ただちょっと時間がまだ発表できてないので、商品ページは作れてないんですけれども、私たちも初めての試みで、あのすごくね、あの魅力的な壁になってて、皆さんあの後ろ今ブルー、深いブルーなんですけど、反対面白になってて、あのどういう内容になるかはちょっとまだ未定なんですけど、あの何も持ってきていただくものとかなく、あの体一つで来ていただいて受けていただけるレッスンを考えてます。それも近々ねきちっとご案内したいと思います。って言ってる間に仕上がりました、はい、美咲さんが、うん、お天気のいい日に福田さんの素敵なレッスンを見るのは本当に豊かな時間を過ごさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ天気がいい方がいいよね、秋は。そうですね、穏やかですね、うん、ね。で、エイコママさんが、はい、こんにちは。こんにちは、はい、で、秋夏さんが盛りだくさんで綺麗な色合いで素敵ですね、うん、ね。これチョコレートコスモスが結構高い位置にあるけど、効いてるよね、上からね。すごい、こっちから見てもよで、しかもなんかちょっとチョコレートコスモスの色と黒ポン好き の,、うん、あの黒いところがリンクしてすごいなんかいい感じです、ね、これぐーっと低くね、ダリアとかね、カーネーション、ニッシャンサスは入ってるんですよ。そこの間のこの高低差のところがちょっと面白いんじゃないかなと思います。皆さん勇気出してね、ギュッと低く入れてみて、でこのベビーハンズもねいい感じに、あまり高い位置に入れすぎるとね、こういう面の大きな葉っぱっていうのは花を隠すことにもなるので、この大きな葉っぱはできるだけ低い位置で入れることをお勧めします。またハートが行列してます。あ、綺麗ね。七ナユズさんが落ちますね、うん、アーカイブでゆっくり見ます。素敵なアレンジ、明日の到着楽しみにしています。あ、はい、ぜひ。ありがとうございます。お花でね、ちょっとでも元気になれたらなと思います。あ、みちよさんも素敵、ハート綺麗、本当に綺麗、綺麗に写真撮ってもらおう。あ、秋夏さんが今日は楽しいカフェタイムになりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャミコさんも、私もアーカイブ、うん、ありがとうございます。 YouTube にアップされるのは明日になるかな。 そうですね。はい、その皆さんの商品が到着する頃に YouTube にはアップしたいと思います。このちょっといつもと違うお時間だったんですけど大丈夫ですか。見れなかった方用にはきちっとその保存して残しますのでご安心ください。はい、では、来週はブーケを作ります。来週も火曜日発送の水曜日到着で、ご用意がありますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい、はい、こちらも、4時半まででしたら本日お出しできますので、あと残り4セットありますので、ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。では皆さん質問大丈夫そうなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。